黒部峡谷鉄道 A 型電気機関車は黒部峡谷鉄道が1974年に導入した直流用電気機関車である。その後の改造により現在は EHR 型電気機関車となっている。日立製作所が1974年に戸付電気機関車の ED15、ED16 を改造したもので A101、A102 の2両が製作された。 名目上改造機ではあるが、種社からは、電動機が流用されたのみで、車体や台車などはすべて申請されたものである。A101、A100 に合わせて3 3 6キロワットの出力を持ち、機関7 6 2ミリメートルの特殊供器では、日本最強力の機関車である。同名の国鉄 A 重系電気機関車と二両連結車体に、 型運転台といった構成は同じだが、変運転台であるが短期でも運転できる点は異なる。そのため、A 型と称するもの、各車体にそれぞれ別の番号が付されている。主事の事情により製造は A101、A102 のみとなり、その後は自由に重連運転のできる両運転台の ED 型 ED23、ED28 の製造に切り替えられた。 1975年に機関車として初めて鉄道友の会のローレル賞を受賞した。その後、1993年に増速改造が行われ、EHR が THR101、EHR102 に改められた。ありがとうございます。